ゼロから始めるスマホ入門コースアンドロイド編第3回目は前回基本の機が終了いたしましたので今回は新しいパートに入っていきますまだまだ始まったばかりですので焦らずに少しずつ理解していきましょう今わからなくても最後まで進んでいくとそれぞれの点がつながっていきわかるようになっていきます焦らずにゆっくりと 着実に進んでいきましょうそれでは本日の講座を始めましょう今回はチャプター2の電話アプリの使い方になりますまだまだ9分の1が終わったばかりですのでゆっくりと着実に進んでいきましょうそれではチャプター2の電話アプリの使い方の講座を始めたいと思います まずはじめに電話をかける方法についてご説明いたします。もうできるよという方は復習という位置づけでやってみましょう。新しい発見があるかもしれません。それでは電話アプリを起動するために、丸1のように電話アプリをタップしてください。そうしますと電話アプリのトップ画面が表示されますので、丸2のように 赤いいキーパッッドをタップしてください機種によって若干アイコンの色や形が異なるかもしれませんのでご注意ください先ほどの続きになりますがキーパッドが表示されているかと思いますので丸1のように市外局番や070などで始まる携帯番号を入力してください 電話番号の入力が終了いたしましたら2の緑色の電話アイコンをタップしてくださいそうしますと先ほど入力した電話番号に電話をかけることができます実際に電話がつながり音が鳴り始めるまでに数秒かかりますので焦らずに少し待つようにしましょう 通話が終わった場合には耳元からスマホを離し画面を確認すると、○3 の赤い電話を切るアイコンが表示されているかと思いますので、そのアイコンをタップしてください。そうしますと電話を切ることができます。もしくは相手が電話を切ると、こちらの画面が表示されず電話が終了いたします。 念のためこちらの画面が表示されていないかの確認はするようにしましょうこちらでは連絡先から電話をかける方法についてご説明いたしますまずは先ほどと同じように電話アプリをタップしてくださいそうしますと電話アプリのトップ画面が表示されます 画面上部の右側に表示されている、丸1の人が2人並んでいるアイコン、連絡先アイコンをタップしてください。連絡先をまだ登録していない場合には何も表示されませんので、後ほど連絡先の追加方法をご説明いたします。すでに登録されている方がいる場合には、丸2のように登録している方の一覧が あいうえを順に表示されますその一覧から電話をかけたい方の名前を選んで名前の部分をタップしてくださいそうしますとその方の詳細画面が表示されますので丸3のようにその方の電話番号をタップしてくださいそうしますと電話をかけることができます こちらでは履歴から電話をかける方法についてご説明いたします。まずは先ほどと同じように電話アプリをタップして電話アプリのトップ画面を表示してください。そうしますと画面上部の中央に丸一のように時計のようなアイコンが表示されているかと思いますので時計のようなアイコンをタップしてください。 電話アプリを閉じていないとトップ画面が表示されず最後に使った時の画面が表示されている場合がありますその場合には画面の一番下にある戻るボタンをタップしてトップ画面まで戻りましょうもしくは画面上部の中央に丸1のように時計のようなアイコンが表示されている画面まで戻ることができましたら 時計のようなアイコンをタップしてください。そうしますと、過去に電話をした履歴の一覧が表示されます。こちらの各電話番号や名前の右側に、発信・着信・不在着信という表示がされているのが確認できるかと思います。こちらが矢印のアイコンで表示されている端末もございますので、ご注意ください。 特に不在着信については目立つように赤く表示されることが多くあります。こちらの履歴の右側に2のように受話器のアイコンが表示されているかと思いますので、こちらの受話器のアイコンをタップすると電話をかけることができます。それでは次に電話を受ける方法についてご説明いたします。 電話がかかってきた場合には、着信中の画面が表示されます。ロック画面、画面がオフの時と、スマホを操作している時で、着信画面が異なりますので、ご注意ください。また、事前に電話帳に登録してある方の場合には、登録されている方の名前が表示されます。 緑色の電話ボタンを右にスライドすることで電話に出ることができます。拒否したい場合には赤い電話を切るアイコンをタップすると拒否することができます。スマホを操作している場合には画面の上部に着信中の通知が出てきますので応答をタップすると電話に出ることができます。 こちらも同じように「拒否」をタップすることで拒否することもできます電話番号のみの表示や電話番号が非通知の場合には出るべきかを判断して対処するようにしましょうこちらでは通話中の画面と主な機能についてご説明いたします 通話中は基本的にはスマホを耳につけている場合が多いので慣れていないと見る場面は少ないかもしれません。主な利用方法としては音声ガイダンスに従って番号を入力するときに使います。その際にはスマホを耳から離すとこちらの左側に表示されている画面が表示されます。 その画面中央にあるキーパッドをタップすることで基本的には電話入力用のキーボードが表示されます。こちらでガイダンスに合わせて数字やシャープなどを入力してください。その場合にはキーパッドの横に表示されているスピーカーをタップすることをお勧めいたします。こちらのスピーカーをタップするとスピーカーに切り替えられますので スマホを耳に当てずに相手の声をスピーカーから聞くことができます。また、キーパッドの左側にあるミュート、マイクをタップすると、こちらの声が相手に聞こえないようにすることができます。スピーカーもマイク、ミュートも同じですが、オン・オフの切り替えはタップすることで切り替えることができます。 電話を終了するには赤い電話アイコンをタップしてください。こちらも注意点ですが、ホームボタンを押しただけでは基本的には電話は終了していないので必ず赤い電話アイコンを押すか相手が電話を切るまで待つようにしましょう。こちらでは不在着信の通知についてご説明いたします。 アプリにはアイコンバッチと呼ばれる通知を知らせる機能があります。バッチはアプリの左上や右上に小さい位置がついたり通知件数を表示したりしますので電話アプリに限らずアプリの周りに通知があるかをチェックするようにしましょう。端末によっては電話ボタンが点滅してお知らせしてくれる端末もあります。また、 ロック画面やホーム画面にも通知として表示されるようになっていますので、通知をチェックすることで連絡漏れなどを防ぐことができます。繰り返しになりますが、電話アプリの右上か左上に赤いバッジ、マークがあるか、ロック画面上に通知が来ていないかをチェックするようにしましょう。 それでは次に連絡先の追加方法についてご説明いたします。連絡先でできることは、連絡先にあらかじめ登録された相手に対して、電話、ショートメッセージ、メールの送信ができるようになります。まずは丸1のように連絡先アプリをタップしてください。電話アプリから 同じ連絡先を表示することも可能ですが、今回は連絡先アプリから連絡先にアクセスします。丸1のように連絡先アプリをタップすると、あらかじめ登録した方の名前が相上を順に表示されます。丸2のように相手の名前をタップすると、登録した情報に応じて、電話、 ショートメッセージ、メールの送信ができるようになります。用途に合わせてそれぞれのアイコンをタップしてください。こちらでは連絡先の新規作成方法についてご説明いたします。新規作成方法は端末によって多少の違いはありますが、手順は基本的に同じになります。 連絡先アプリもしくは電話アプリのどちらからでも追加することができます。先ほどと同じように連絡先アプリをタップしてください。そうしますとすでに登録されている方の名前が IWEL 順に表示されます。その画面の右下に丸1のように赤いプラスのアイコンが確認できるかと思いますのでこちらのプラスをタップしてください。 そうしますと、新規登録画面が表示されますので、名字、名前をそれぞれタップしてください。キーボードが表示されますので、丸2のように、生命の順で名前を漢字で入力してください。端末によっては、読み仮名の入力も求められますので、カタカナで読み仮名を入力してください。先ほどの続きになりますが、 生命の入力及び読み仮名の入力が完了しましたら次に丸3のように電話番号を入力してください。こちらに入力している番号が携帯番号か自宅の番号か勤務先の番号かを丸4の矢印下のアイコンをタップすることで選択することができますので該当するものを選択してください。 次にメールアドレスになりますので、丸5のようにメールアドレスを入力してください。わからない場合には後から追加や変更もできますので、入力しなくても問題ございません。最後に全ての入力が完了しましたら、丸6の保存をタップしてください。こちらで連絡先への新規登録が完了になります。保存をタップしないと、 入力情報が保存されませんのでご注意くださいこちらで追加した連絡先は連絡先一覧で iUEO、e、順に表示されますこちらでは連絡先の編集・変更方法についてご説明いたします先ほどと同じように連絡先アプリをタップすると連絡先の一覧が アイウェイを順に表示されます。その連絡先一覧から変更したい方の名前をタップしてください。そうしますと、その方の詳細画面が表示されますので、画面右上にある丸1のペンアイコン、編集ボタンをタップしてください。そうしますと、丸2のように、その方の登録情報の編集画面が表示されます。 各項目の編集・変更が可能になりますので、該当箇所をタップして、編集・変更をしてください。最後に、丸3の保存を押すと、編集・変更が完了いたします。繰り返しになりますが、変更後は必ず保存をタップするのを忘れないでください。保存をタップしないと、変更情報が 反映されませんのでご注意ください。以上でゼロから始めるスマホ入門コース Android 編のチャプター2電話アプリの使い方の説明を終了いたします。次回はチャプター3メールの基本になります。少しずつ慣れていきましょう。また電話アプリの使い方についてさらに詳しく知りたい方は 電話アプリの使い方、Android 編もございますので、ぜひご参照ください。